これは美味しそう。どうも、食の贅沢です。今回はサーモンとアボカドの和風カルパッチョを作っていこうと思うんですけども、特に今回は材料も少なめで簡単にしながらもこう豪華な、食の贅沢なんで贅沢なにしましょうか。贅沢なカルパッチョを作っていきたいと思います。で、味付け自体もそんなに難しくなくて、流れで今回盛り付けとかもやっていこうかなと思うので、今回は作ってから盛り付けまでを一連して和風カルパッチョを作っていきたいと思います。ではまずアボカドの皮を剥いていきます。アボカドは縦に切れ込みを入れて、ぬん、あ、割れてた。そうしたらこちら皮を剥いていきます。ここでアボカドの準備ができました。それでアボカドを薄くスライスしていきます。では次、玉ねぎ切っていきます。玉ねぎは薄くスライスしていきます。それで次、サーモン切っていきます。で、ちなみに僕は安かったっていう理由でブロックを切ってるんですけど、刺身用であれば全然切る手間も省けるんで、すごい簡単にできます。安かったんですよ、これグラム98円なんですよ。まあではカルパッチョのソース作りに入ります。この玉ねぎに直接入れることで玉ねぎ自体も辛みが抜けるので、この中に入れていきます。ではまずポン酢、あとポン酢以外にも塩気が欲しいのでめんつゆ入れていきます。あとオリーブオイル、あと生姜チューブ、これらを加えてよく混ぜていきます。ではこちら盛り付けに入ります。まず最初、アボカド、サーモン、アボカド、サーモン、こちらを順番に並べていきます。今回はなんかオシャンティーなやつを作っていこうかなって思うんでね、なんかちょっといい感じじゃないですか。それでこちらカルパッチョの中央部分に先ほどの玉ねぎを乗せていきます。こちら貝割れ大根を盛り付けていきます。それで最後こちらのソースをかけていきます。これは美味しそう。ではいただいてみます。ではこちらいただきます。ではこちらいただきます。うまい、これは美味しいです。ポン酢だけだとどうしても和風としてパンチが弱くなりがちというか、野菜との相性がちょっとあれなんですけれども、オリーブオイルとめんつゆがその部分いい仕事してて、かなりガツガツ進む一品になりました。で、玉ねぎも全然辛くなくて美味しいですし、作り方自体も簡単で、で盛り付けもアボカドサーモン、アボカドサーモンってブラルってやっていけばかなり見た目もかっこよくできるので、すごくおすすめのレシピになってます。ぜひこちら試してみてください。あとチャンネル登録まだお済みでない方は、僕の更新情報が見れますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。あと僕ブログもやっていまして、食の雑学豆知識とか、あと耳寄り情報とか書いていますので、ぜひブログの方もあってよろしくお願いします。ということで今回ご視聴いただき誠にありがとうございました。ちょっと今ロレつまらなかったですね。誠にありがとうございました。ではまた。グダグダ。ちょっと待てよ、これすごい難しいぞ。一回準備しよう。こうしてこうして乗っけて置いて置いて、これは美味しそう。ではいただいてみます。